こんにちは。今回は韓国ドラマ太陽を抱く月についてお話しします。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。タイトル、太陽を抱く月、朝鮮王朝のロマンス刺激。韓国ドラマ太陽を抱く月は、朝鮮王朝時代を舞台にした切ない恋愛物語を書いています。王子イホンとミコホヨヌの運命的な恋愛を中心に、朝鮮王朝の権力争いによる陰謀と悲劇が展開されます。二人は深い愛を育みながらも運命に翻弄され、悲劇的な結末を迎えます。キムスヒョン王子イホン、ハンガインミコホヨヌオル、チョンイル陽明君、キムミンソユンボギョン。子役キャストヨジング、キムユジョン、イミノ、キムソヒョン。太陽を抱く月の見どころは、朝鮮王朝を舞台にした壮大な物語とファンタジー要素を含んだロマンス刺激です。王子と初恋の女性の運命的な再会や権力争いによる陰謀が物語に深みを与えています。このドラマは朝鮮時代の風情とドラマティックなストーリーが魅力の一つです。恋愛と悲劇が交錯する壮大な世界観を楽しんでください。太陽を抱く月、歴史とフィクションが織りなす朝鮮王朝のロマンス刺激。韓国ドラマ太陽を抱く月は架空の物語でありながらも、李氏朝鮮時代を背景にしています。このドラマは実際の歴史的事実に基づいているわけではありませんが、朝鮮王朝の時代背景や文化、そして政治的な情勢を取り入れ、独自の世界観を構築しています。聖宿長やカンニョンジョンなどドラマに登場する要素は実際に存在したものですが、物語自体はフィクションです。しかしその設定や描写から時代のモデルを推測することは可能で、朝鮮王朝前期、特に第7代世祖から第11代中宗の時代が背景として考えられます。この時代は朝鮮王朝が儒教を国教として確立し、政治や社会に大きな影響を与えた時期でした。また君宮派と士林派という2つの党派の勢力争いが激しかったとされています。ドラマではこのような歴史的背景を踏まえつつ、王室の安寧を祈る巫女たちの存在や王と巫女の切ない恋愛物語が展開されています。太陽を抱く月の魅力は、実際の歴史に基づいた要素を取り入れつつ、架空のロマンスや陰謀が織り交ぜられている点にあります。歴史的な事実とフィクションが融合した物語は多くの視聴者を引きつけ、時代を超えて心に残る作品となっています。ドラマ太陽を抱く月の原作との比較。ドラマ太陽を抱く月はチョン・ウンゴルによる同代の小説を原作としています。この原作小説は2006年に韓国で出版され、ベストセラーとなりました。類似点、ドラマは原作に忠実であり、多くの部分で原作のストーリーに沿っています。登場人物の背景や物語の大筋は原作と同様です。相違点、原作では主人公のホンとヨヌは実際には出会わず文通で知り合いますが、ドラマでは宮中での出会いから始まります。ドラマではヨヌが記憶喪失になりおるとして生きている設定ですが、原作ではヨヌは死んだとされてから8年後にフォンと再会し、その後の展開が異なります。ドラマではユンボギョン王妃が意地悪な性格として書かれていますが、原作ではそのような描写はありません。ドラマと原作にはいくつかの違いがありますが、基本的なストーリーの骨組みは同じです。原作を読むことで新たな視点から物語を楽しむことができるでしょう。ドラマ太陽を抱く月の象徴的なタイトルの意味。
陽を抱く月はチョン・ウンゴルによる同代の小説を原作とした立史。朝鮮の架空の時代を舞台にした韓国のテレビドラマです。このドラマのタイトルは主人公たちの運命的な愛と彼らが直面する困難や障害を象徴的に表現しています。タイトルの意味、太陽と月の象徴タイトルには太陽が王を、月が王妃を象徴しています。太陽王が月王妃を抱くことで二人の結びつきと運命的な愛を表現しています。運命と愛の力、太陽と月が一つになることは現実ではありえないため、この不可能を可能にする力がドラマの中で描かれる愛の力を象徴しています。日食の幻想、日食の現象を通じて太陽と月が重なる瞬間に運命が開かれるという幻想的な要素も含まれており、主人公たちの愛の物語が展開されます。このようにタイトルは主人公たちの愛の純粋さやそれを取り巻く複雑な状況や政治的な陰謀を通じて運命と愛の力を強調しています。太陽と月が象徴するものが重なることで物語の転機や主人公たちの運命の変化が表現されています。ドラマ太陽を抱く月の制作人と代表作、ドラマ太陽を抱く月は監督にキム・ドフンさんとイ・ソンジュンさん、脚本にチン・スワンさんがそれぞれ担当しています。制作人の代表作、1、キム・ドフン監督。スポットライト高い評価を受けた医療ドラマで多くの視聴者に感動を与えました。ロイヤルファミリー、韓国の王室を舞台にした宮廷ロマンスで美しい映像と情緒的なストーリーが話題となりました。メディカルトップチーム、医療ドラマの傑作で医師たちの奮闘を描いた人気作です。2、チン・スワン脚本家、キル・ミー・ヒール・ミー、ミステリー要素を含む恋愛ドラマで独特のストーリー展開が視聴者を引きつけました。シカゴタイプライター、ファンタジー要素を取り入れたミステリードラマで独創的な世界観が話題となりました。ワンダフルライフ、感動的な人間ドラマで登場人物たちの成長と絆を描いた作品です。これらの作品はキム・ドフン監督とチン・スワン脚本家の才能と努力によって生み出され、視聴者に多くの感動と喜びを与えました。彼らの作品はそれぞれ独自の魅力を持ち、幅広い視聴者層に愛されています。キム・スヒョンの演技と撮影エピソード、ドラマ太陽を抱く月。ドラマ太陽を抱く月ではキム・スヒョンさんが国王イ・フォン役を演じました。この役は初恋の夜を忘れられずに心を閉ざす王様として書かれています。演技の魅力、キム・スヒョンさんの演技はその苦悩を冷静に表現しながらも感情の機微を繊細に演じることで高く評価されています。彼の表情やセリフの言い回しは視聴者の心を捉え、特に目の輝きや歌唱力は印象的です。撮影エピソード、撮影現場ではキム・スヒョンさんはエネルギッシュな姿を見せ、わけのあいあいとした雰囲気を作り出していました。しかし一度撮影が始まると役になりきり、王様の品格と威厳を見せていたそうです。また極寒の中での撮影は厳しいものでしたが、キャストやスタッフの結束力を感じ克服していったと語っています。キム・スヒョンさんの演技と撮影エピソードはドラマ太陽を抱く月の魅力的な要素の一部であり、彼の存在が作品に深みを与えています。ハン・バインの演技と撮影エピソード、ドラマ太陽を抱く月。ドラマ太陽を抱く月ではハン・バインさんがヒロインのヨヌ役を演じました。ヨヌは王の初恋の相手として登場し、純粋で切ない恋を書いています。演技の魅力、ハン・ガインさんの演技は
感情を抑えながらも冷静に演じる難しい役柄を見事に表現しています。彼女はウォルの複雑な過去を持つ女性として、警戒心が強い表情をしながらも感情の起伏を見事に演じ分けました。また彼女の童顔とキム・スヒョンさんとの相性もあり、ドラマの人気を支えました。撮影エピソード。撮影中、ハン・ガインさんは体力的にも大変な時期を過ごしました。特に真冬の撮影では寒さに苦労し、セリフを言うたびに白い息が出るほどでした。さらにヨヌの記憶が戻るシーンでは、感情移入が強すぎて脱水症状を起こすほどだったとも語っています。これらのエピソードから、ハン・ガインさんのプロフェッショナルな姿勢と作品への献身がうかがえます。ハン・ガインさんの演技と撮影エピソードは、ドラマ対応を抱く月の魅力的な要素の一部であり、彼女の存在が作品に深みを与えています。チョン・イルの陽明君役演技と撮影エピソード。ドラマ太陽を抱く月。ドラマ太陽を抱く月でチョン・イルさんが演じたのはヤン・ミョン・グンという役柄です。彼は政治に興味がなく、自由奔放な生き方をしている王族でありながら、幼い頃から主人公のヨヌに思いを寄せていました。しかし、ウォル主人公と出会い、彼女を愛するようになります。そしてウォルを守り支える姿勢を全力で示しました。演技の魅力。チョン・イルさんの演技は、陽明君の複雑な心情を繊細に表現しています。王族でありながら政治に興味を持たず、自由な生き方を望む彼の内面の葛藤や叶わぬ愛情を巧みに演じ分けています。その姿勢に視聴者は共感し、彼を応援したくなるでしょう。撮影エピソード。撮影中、ジョン・ウィルさんは心の傷を抱えるヤン・ミョン・グンを演じることが精神的に辛かったと語っています。また恋愛においても彼女にオールインするタイプであることを明かし、役柄との共通点も述べています。さらに、ハードな撮影スケジュールのために40時間も顔を洗えずにいたことや、寒い中での撮影についても振り返っています。ジョン・ウィルさんの演技と撮影エピソードは、太陽を抱く月の魅力的な要素の一端を示しています。彼の熱意と努力が作品に深みを与えています。キム・ミンソのボギョン役演技と撮影エピソード。ドラマ太陽を抱く月。ドラマ太陽を抱く月でキム・ミンソさんが演じたのは、オーフォンの中殿妃となるボギョンです。彼女は王に愛されることなく、最終的には自殺するという悲劇的な役柄を熱演しました。キム・ミンソさんの演技は、ボギョンの複雑な感情を巧みに表現し、視聴者からの同情を引き出すほどでした。特にヨヌの存在に怯える狂気じみた演技は、彼女の切なさとかわいそうな悪役としての魅力を際立たせました。撮影エピソード。キム・ミンソさんは撮影が終了しても役柄に強い愛着を持っていたことを語っています。王に思いを寄せながらも、叶わぬ恋に胸を痛める中妃を演じることで注目を集め、ドラマの成功に貢献しました。太陽を抱く月は、その豪華なキャストと感動的なストーリーで大きな人気を博した作品です。そしてキム・ミンソさんが演じたボギョンは、そのドラマの中でも特に印象的なキャラクターとなっています。太陽を抱く月のロケ地で訪れるべきスポット。ドラマ太陽を抱く月は、韓国の美しい風景と歴史的な建造物を背景にして制作されました。その中でも特に印象的なロケ地がいくつかあります。ここではその主なロケ地をご紹介します。1. キョンボックン。キョンボックン。キョンボックンは朝鮮王朝時代の王宮として知られ、多くの歴史ドラマや映画の撮影に使用されています。太陽
陽を抱く月でも多くのシーンがここで撮影されました。現在はソウルの観光名所としても有名であり、歴史と文化に興味がある方にとって必見のスポットです。2. 龍神 4EMBC ドラミア。龍神 MBC ドラミアは歴史ドラマの撮影によく使用される総合撮影場です。太陽を抱く月でも宮殿のシーンなどの多くがここで撮影されました。本格的なセットや美しい景色が広がるこの場所は、歴史的な雰囲気を体験したい人におすすめです。 3. 韓国民族村ハングク民族チョン。韓国民族村は朝鮮時代の伝統的な民家や村の風景が再現された展示施設です。太陽を抱く月では夜の街中のシーンや庶民の生活のシーンの撮影に使用されました。ここでは韓国の伝統文化や生活様式に触れることができ、ドラマの舞台をより深く理解することができます。これらのロケ地はドラマの世界観を実際に体験するのに最適な場所です。ソウルを訪れる際はぜひこれらのスポットを訪れて、太陽を抱く月の舞台裏に触れてみてください。太陽を抱く月の衣装デザイン。太陽を抱く月の衣装は朝鮮時代の架空の王宮を舞台にしたファンタジーロマンス時代劇のコンセプトに基づいてデザインされました。衣装は歴史的な正確さと創造的なファンタジーのバランスを持ちつつ、ドラマの幻想的な雰囲気を反映するように配慮されました。主演のハンガインさんが身にまとった巫女の衣装は、そのおしとやかな足取りとともにスタッフの注目を集めました。 MBC 美術センターの衣装チームポンヒョンスク局長は、ファンタジー要素を重視しながらも実際の朝鮮時代の衣装とは異なる新しい試みを取り入れました。衣装の色やデザインはシンプルに保ちつつ、ドラマの世界観を豊かに表現するために特別に作られました。視聴者にとっては衣装が物語の舞台をより深く感じることを可能にし、太陽を抱く月の魅力を一層引き立てる重要な要素となっています。ドラマの衣装デザインは歴史的な背景とファンタジーの要素を見事に融合させたものであり、視聴者に新たな世界への魅力的な旅を提供しています。太陽を抱く月の感動的な OST オリジナルサウンドトラック。太陽を抱く月の音楽はドラマの感動的なシーンを彩り、多くの視聴者に愛されています。以下はその中でも特に美しい楽曲の一部です。ヒーヨーラ月の光が沈みドラマのエンディング曲として使用され、視聴者に深い印象を残しました。物語の感動的な結末を彩る美しい旋律が視聴者の心に響きます。LYN 時間に逆らってイフォンとヨンウの切ない愛を表現する曲で、劇中での重要なシーンで使用されました。感情豊かな歌詞とメロディーが2人の心情を深く描写します。キム・スヒョンあなた一人ドラマの主演俳優であるキム・スヒョン自身が歌う楽曲で、フォンの深い愛情を表現しています。彼の切ない歌声が視聴者の心を打ちます。フィソン涙の道ドラマの主要な感情を歌った曲で、2人の主人公の切ない感情を表現しています。感情豊かな歌声が視聴者の心を打ちます。マンデー傷影ドラマのキャラクターの感情を代弁するような、心に響くハーモニーと切ないボイスが特徴の曲です。物語の重要な場面で使用され、視聴者に深い印象を与えました。これらの楽曲は、太陽を抱く月のストーリーと密接に結びついており、視聴者がドラマの世界にさらに没入できるように作られています。OST は、ドラマの感動的なシーンを彩り、その成功に大きく貢献したと言えるでしょう。
太陽を抱く月は朝鮮王朝の時代を舞台にした感動的な物語で、全20話で構成されています。物語の始まりは、テビユン氏が権力を手に入れるためにイボテイビソン君を暗殺するところから始まります。この陰謀を目撃したミコアリは、王を守る運命の女児の誕生を予見し、同僚のチャンノギョンに託しますが、来妃によって処刑されてしまいます。13年後、科挙試験で首席合格した兄の祝いで宮廷にやってきたヨヌは、そこでセーシー・フォンと出会います。彼らは互いに惹かれ合いますが、ヨヌはテビの策略によって病に倒れ、亡くなってしまう運命に翻弄されます。しかし、実はヨヌは死んでおらず、記憶を失った状態でミコノギョンによって救われていたのです。この物語は、愛と権力の間で揺れ動く人々の葛藤と、運命に翻弄されながらも真実の愛を追い求める姿を描いています。非常に感動的なストーリーで、多くの視聴者を魅了しました。感動の結末、太陽を抱く月最終話の感動的なエピソード。韓国ドラマ太陽を抱く月の最終話は、感動的なエピソードで満ちています。陽明君とフォンが互いに命を懸けた緊迫した状況から物語が始まり、最後には多くの感動的な出来事が展開されます。まず、陽明君が自らの命を犠牲にしてフォンに忠誠を示すシーンは、彼の覚悟と友情が強く描かれています。彼の決断は視聴者の心を打ちます。次に、ヨヌが家族との再会を果たすシーンは、温かく感動的な瞬間です。彼女の家族との再会や和解の瞬間は、視聴者の心に深い感動を呼び起こします。特に、ヨムとの再会は彼の成長と和解を象徴しています。ボギョンの最後のシーンも、彼女の苦悩と決断が胸を打ちます。彼女が王の愛を求め続けながらも、最後は自ら命を絶つ決意をする姿は、視聴者の心に強い印象を残します。最後に、フォンとヨヌが子供と共に新しい生活を始めるシーンは、希望と幸せがあふれる瞬間です。彼らの愛と絆が未来に向けて輝かしく展開される様子は、視聴者に感動を与えます。この最終話は、登場人物たちの葛藤や成長、そして愛と許しの力が書かれた感動的なエピソードであり、多くの視聴者を魅了しました。太陽を抱く月の印象深いシーン、感動と成長の物語。韓国ドラマ太陽を抱く月には、数々の感動的なシーンがありますが、特に記憶に残るいくつかのシーンがあります。このドラマは、愛と友情、そして成長と許しの物語であり、そのシーンはそのテーマ性を象徴しています。 1. ヨヌの復讐。家族に不幸をもたらした不正義に対するヨヌの復讐を誓うシーンは、彼女の強さと決意を示します。彼女は自分の正義を貫き通すために立ち上がり、宮廷の闇に立ち向かいます。2. 陽明君の犠牲。陽明君がフォンを守るために自らの命を犠牲にする場面は、忠誠と友情の深さを表しています。彼は王に仕える一方で、真の友としても立ち振る舞います。 3. ボギョンの最後。王の愛を求め続けたボギョンが、最後には自ら命を絶つ決断をする場面は、彼女の苦悩と悲劇を書きます。彼女の愛情深さと犠牲が、視聴者の心に深い感動を残します。 4. フォンとヨヌの再会。長い間離れ離れだったフォンとヨヌが再会し、互いの愛を確認するシーンは、感動と喜びに満ちています。2人の愛が時間や困難を超えていることが示されます。 5. 子供たちの未来ドラマの終わりに、フォンとヨヌの子供たちが未来を歩み始めるシーンは、希望と新たな始まりを象徴しています。
彼らの未来は明るく、彼らが愛と絆で支えられていることを示しています。これらのシーンは太陽を抱く月の感動的な物語の一部を表しています。視聴者はこれらのシーンを通じて愛と勇気、そして人間の強さと弱さについて深く考えさせられます。太陽を抱く月の心に残るセリフ、愛と覚悟の言葉。韓国ドラマ太陽を抱く月には多くの感動的なセリフがありますが、特に印象的なものをいくつかご紹介します。1. 本の決意後で天罰が下されるとしても、死んで地獄に落ちるとしても、あの時の選択を後悔しません。このセリフはフォンがヨヌへの深い愛と彼女を守るための決意を表しています。彼の強さと覚悟が込められた言葉です。 2. ボギョンの覚悟点に、太陽は一つもう私の存在により混乱を生じさせません。ボギョンが自らの運命を受け入れ、フォンとヨヌの間に立たない決心をするシーンでのセリフです。彼女の決意と覚悟が感じられます。 3. ヨヌの記憶、ハンガインが演じるヨヌが記憶を取り戻すシーンでのコメント。お母さんを思って嗚咽する場面なので、胸が痛かったですねという彼女の言葉は、そのシーンの感動を物語っています。ヨヌの心情が鮮明に伝わります。これらのセリフは登場人物たちの内面や葛藤、愛情を深く描写し、視聴者に強い感動を与えます。彼らの言葉には愛と覚悟、そして成長の意味が込められています。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。